り芸歴40周年お祝いトークショー、それがまあこうニューリーダー時代っていうことになるんですね。はいはいはい、で東京進出されたんですよ、この。そうです。あ、その前にだからチャーリーさんがドガン行ったの。流行語大賞、はい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 、あれ全国ドガンポケ飯かなんかでドカーン行って軌道乗ってきたんですよ。新喜劇というのが認知されていた時に、うん、もう起爆剤でドカーン行ったから一気に全国ドーンと軌道乗るまでくすんでたんだ。藤井隆君とか玉代とか花子持ってヒロ持ってみんなおったんですよ。ガーってユミネさん持ってみんなおって、うん、メラカさんもおるし島木さんもおるしわーなってた時やって、でごめんなさいドーンとドーンって、エクスタシーみんなで歌ってはったのあれ、そう この辺ですか、はい、そのあたりやね、はい、ソロもやってるからね。ソロもあったんですよ。語りやね、あれソロちゃうねん、語りやねん。セリフですか。ソロうーっていうだけ。あ、最初ね、その後はソロでね、はい、ブスかなんかね。あ、ブスね、ずっと喋ってんねんけど歌歌ってない、ずっと語りやって語りの歌です。秋元康さんがね、えプロデュースしてくれて、プロデュースしてくれて、ね、歌出してはるんですか。歌出してるね。放送禁止になったの。ね、音痴でね、あの有線で流して、はい、すごいクレーム来て放送禁止。マジで秋元さんをもってしてもダメやったんですか。耳障りあってクレーム来てる。それはでも企画やったんですか。企画じゃない、本当にこの子売り出したいって向こうから言ってきたのよ。もう先生そうそうそういうのにもかかるぞ、うん、例えば違う人が歌ってたらリードしてるかも、うん、あまだ早かったんですよ。そう、まあ、今やったらいけたかもね、無理や無理や。で分からへんな、今分からへんよ。もう皆さんでも東京進出というか東京でも新喜劇が始まったことですね。そうそうそう、だから全国ネットの新喜劇の枠が、そうですね、ゴールデンタイムやからそうですね。8時やで、8時にすごい。え、新喜劇の東京全国ネットの番組はもうボカーンと行ってって感じですね。いやダメだったんですか。だからバラエティやったから行かなきゃの、そうなんだよな。なんだよ、その範囲はないものすごいお金使わなかった。あ、経費があるから東京の番組でものすごいお金、まあ、だからゲスト呼んだり爆破したりとか。そうそう、まあ、そうやね、は新喜劇で爆破シーンがだからね、ドリフみたいなことね。あー、だからベリーチープなセットで、なんやったらうちあの背景に全部絵で描いてんのにな、テレビとか、うん、はい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 、はい、ゼリーチーフやから人間がおもろいのに、はい、ほんまにセットガツン、うん、NHK のセットみたいにやられて、はい、ガッツリ、それはちょっと違うな、うん、でもバラエティみたいになって、どっちなんですか、はい、ってなって、はいはいはい、これ何年ぐらい行ってはったんですか、東京。2年かな。え、2年も行ってない。いや、僕3年おったんですよ。あ、うちをおったんや、はい、向こうでね。ゴールデンタイムに流したやつは1年、3ヶ月終わるとか言ったんですけど、うん、1年までやって、あ、一応1年も、うん、どの辺で安江姉さんとは結婚されてるんですか。ニューリーダー就任ぐらい、手前やね、もう手前ぐらいに結婚されてる。漫才コンビ組めって言われた時はもう付き合ってなかったんですか。いや、付き合ってないです。だからその辞めるかなキャンペーンの、まあ、もっと前や、はい、でどうしようどうしようと言ってて、はい、やってた時にで、石田君とか俺とかがなんかちょっとやるようになって、うん、僕倒れたんですよ、はい、その時に。そう梅田かですね。ずっと仕事入って過労で倒れて、へー、で入院して、それで安江が看病に来てくれて、そうやね、そこへ。それなぜ安江姉さんのことになったか。でもね、それは細かい話が、あの水上さんいう方がね、梅田かげつの支配にやって、その方が、うん、安江行ってくれ、うん、なんで私笑わんねんってなって。いや、でもそれまでね、はい、結構夜遊びに行ったりね、飲みに行ったり、はい、ほんでいろいろ新喜劇のことをね、あたらこうたらって喋りながら飲んで、はいはい、必ずいつも2人はおって、私はもう、あ、これはできてる、2人はで、気持ち的にね。ああ、お互いそう、絶対そうやと思ってた。そしたら、あの女を倒れた時に、あの、水川さんが行け言うて、はい、で、その、看病した時にもう決めたらしいわ。ああ、結婚するよなって思わん、何も付き合ってないねんけど、はいはいはい、
で、それで後々なんか付き合うようになって、その後にあの会社の方と痩せのお父さんが同じ共通の友達が結婚するって隣の席になった。でその時に痩せのお父さんが、うちの娘、あの内場と付き合ってますねわーりーってそれで次の日行ったらスポーツ紙ドーンって囲まれて、新喜劇の誰か亡くなったんやどうコメント言おうとかいろいろ考えたら結婚いつですかって言われて、結婚って何ですか、平成さん、え、いやでもあの結婚するって言うてありますし、いや知らん知らん知らん理を聞いたらお父さんがリークしてその時にお父さんが、内場君外堀固めたでそういう面白いはぁってそっからやんか、取材があった時にもうあの NGK のあのエレベーターの前のソファーあった時に座って、いつする結婚しの日にちいつするって急遽ですか、そうそうそう、あそんなあったんですね、それで結婚して、してでニューリーダーになって、で東京進出したって、もう妊娠してて、でもお腹に赤ちゃんいるのに東京進出やっぱちょっと不安じゃん、そう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 です、そうです、その前に、大阪一回帰るんですよ、たまにね、休みの時帰って甲子園行って、阪神ファンからあいつ、ダン、ジャ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 ンって言って、ほんと前のおばちゃんが、大丈夫ですかで、何時間か発生してもって、で、俺東京帰った時に、昼に電話あって、今から産むから、言って、あ、立ち会えなかったんです、東京の部屋で、ずっとうろうろして落ち着きますね、なんか動いてるの見なかんって水道バーッ出してずーっと水道でほんでもうタンス全部出してまた服畳んで入れてまた出して、もう訳分からんことやった、安産で生まれ、そうそう、次の日でも帰って子供見よう思ったら、あ、初めてのお子さんです、あ、そう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 言ったらパッと見たらここ円盤みたいな頭の人がまたほんなどこにね円盤がねバイク乗って二人で、そのユミネさん乗して、そうそうそう、ほんで私円盤持って、円盤持っていかなかったんですか、また行きます。でトイレでガーッとこうかぶって、ほんで看護師さんキャッチして言って、あのお子さんですか。人でびっくりしすぎたらリアクションできない。何してんですか。それも何してんですか。座長は4座長ですか、3座長、いや 3人やね、3人です、うち、やすし、辻本さんですね、はい、この頃はもう、そのやめようかなんかの比べたらもうお客さんはバーンと入るように、そうそうです、やっぱりもう新喜劇終わるまで帰らないっていうのがもうありがたかったです、それ前になんかもうやめようかな前からずっとこうやってあれだロビー帰ってたもん、お疲れ様でした、申し訳ないような感じで、今とかいや顔を上げれて帰れたなっていうのはすごいもう分かりやすかった、やっぱり内場さん、なんかあの新喜劇舞台のお仕事は、今まあいっぱいしてはるんですけど、その新喜劇以外のお仕事あの夫婦でなんかロケみたいな結構あるイメージがありますけどね、あでもセーブしてますよ、そうですか、あまりにもかぶりすぎるともうちょっと、結構キンキンに来るのよ、これやって違う曲やな、いやもうちょっと同じとこでちょっとこれあれなんちゃう、あーあのもさ清掃という感じになってくる、なってくるとな、特に二人やもんね、あんまりベタベタもんね、せえへんやベタベタどっちにしたってもういいベタベタさ、何を言うてんやな4年3階なんて1階やないの全部知ってる、見たんか見てるやん、見てるやん、ね、見た、ね、見たよね、ドラムやらあった時のあれ、あゼロからでしょ、それはまあなんかね自分のイベントなんで、でもすごいプレッシャーなんですよ、紀ノ国屋ホールって、はい、聖地じゃないですか演劇、ましてや東京俺知ってる、そんなましてお笑いが演劇の世界に行って大丈夫なのかなって、でもやっぱりね
東京はね、やっぱり大阪はやっぱり狭いの。やっぱり東京はもう全国ネットやからね、やっぱりあらゆる人がやっぱりそういうお芝居の関係者が見に来はるから、その後やね、あのドラマが入った下町ロケ、下町ロケとか、そうそうそう、やっぱりそうしてこう見に来はんね、みんなね。僕もずっとビビってたら、昨年の後藤博人さんっていうのが、あのね、演劇っていうのはね、口コミでいっぱいなるんですよ。そうそう、いや、俺では無理でしょ、口コミで。ただ、見終わった後、すぐ買いはんさ、チケット。へぇ、もう一回、はあ、ただ、もう入られんすもん、やっぱり口コミだったんです、まあ、そんな大きい劇場違いますから、紀伊国屋ホールって。でも、あ、そういうことなんやと思って、あ、ということはイコールいいことしたんやなっていう。いや、それはもちろんそうですね。花子姉さんとかね、いろんな方の座長の舞台とか出てはりますけど、内村さんの新喜劇を出られてて、他と違うというか、なんかこう好きみたいなとか、一番だから楽しんである感じしますね。いや、安江さんの出ないだけ。俺、こんなことどうでもいいね。安江さんの出ないだけ。友達と一緒に、そうそう、友達の座長の時に出たいって。新婚の時にあの日本橋住んでて、で終わって、うん、っ帰ったら先にいてて、え、これシチュー作ってご飯も炊いてたのに食べようじゃあって、5杯食べたシチュー5杯入れて、ご飯5杯食べてがっつりですね。で外いいですか、本当に両方比例してちょっとびっくりして、好きなんやこの子と。あと、なんかすき焼きもやってくれましたよね。あ、長いの家で野球拳したりして。あ、何したの。野球拳したんです。私ね、辻元さんがその時好きで裸にさせたろうと思って、はい、辻元さんと野球拳して、はい、負けて全裸になってバスタルが落ちたんです。そうそう。すごい時代あったわ。みんなね、すごい仲良くて、なもうみんな一つやったもん、ほんまにベッドが仲良かった。行くぜーって言うんだよな。最後、これ40周年期に行きましょうか。はい、優待の時の心境って、いや、僕もっと前に降りるって言ってたんですよ。あ、そうやったんですか。はい、だから長いことしすぎや。でも次の、うん、世代にパスをするという意味で。結局何年なの。その20年ですね。いや、あ、そう、20年もやってた。そうそうそう。いや、それは僕情報じゃ、辻元情報なんで。それはもうすぐ知ってるんですよ。座長は20年で、あの、ニューリーダーズ5年、25年ですよって言う。あ、そうなんだ。トップとしてはやっぱり25年やってるわけ。長いですよね。長いね。その前で、だからよそに仕事したいって言って、仕事、外に出してほしいって言って、いや、おったら楽ですよ、そら。うん、まあまあそうやけど、ね、何も分かるし、困った時は助けてくれるし、全てはなんとかなるけど、ね、いや、これやってるぞで、よそで通用するのかなっていうのがまずね、やります。まあ、背負っていきますよね、新喜劇っていうのを背負っていきます。だから、お前、新喜劇分かんねえねって言われたら、もうすごい怖いんですけど、まあでも、行くわって言って、次続いたら全然ええよな。その年齢的にももっと早い方が絶対いい。ああ、はいはいはい、はい、でも結果ね、やっぱりこの年になって、その言ったら男としての役者としての、渋み色気とか出てくる時やからね、ちょうどいいと思う。あんまり若い時やったら、どうやってもやっぱり何もでも若い人おるからね。ああ、そうですね。でも私は今やっぱり素敵やもん。でやっぱ男の色気があるでしょ、うん、色気のあるやつおる？おらんやろ、ないっすね。大事やな、これ。色気って大事やねん。色気センサーね、もうお持ちですね。いや、私はもうムラムラやねん。ムラムラやねん。ね、あの、目の前にしたらあれですけど、後輩座員に伝えたいこと。ね、いろんな今の若い。どうなんすかね。いや、まあ、だからパターンとかわかんないですけど、元に戻りそうな気がして仕方がないですね。その、今開拓したのに ON の野球になり、つつありそうな。なんか笑い取る人は決まってるみたいな。僕は時代やと思ったんですけど、その先は僕今分かんないですけど、で漫才でもツッコミを見出した、はい、でその時に新喜劇、僕今の立場やったら絶対死んでるんですけど、
昔のままやってたら、だからゲームメイク誰がやってんねん、ミッドフィールダー誰を見んねんって、ストライカーじゃなくてミッドフィールダーこいつがゲーム作ったんだっていうのを世間が見出した。これがグッと動いたなっていうのがあって、その後さあどうすんのやってまた戻るの、もっと違う変化をしてほしいなって思ったんですけど、ちょっとまたあのストライカー寄りになっちゃってるんじゃないかという感じが、どうなっていくだろうなっていう、だから答えはこれっていうのはないよ、知らない知らないけど、それもあってこれもあってこれもあってっていうバラエティに富んだ社長がいればもっと面白いなっていう、もう幕開けでも笑い取らんでいいというだけですね。僕は、まあ、だから2人だけで来て旅行に来て旅館着いて何一日とんねんっていう話なんです、うん、ネタもういいです、ね、ネタはもういいです。いや、まあ、それは、まあ、私も賛成やけどね、うん、それはだからもう旅館の人を呼んで3人で絡んのがもっと面白いですよ、うんうんうん、笑い取った価値観、まあそうなんですけど、うちの場合は漫才芝居なんで、そうなんやけど、何のために芝居見てるのかっていうのがないと、でそこは大事ですね、やっぱね。内場さんの今後の目標っていうのはありますか？目標、はい、まあ、40周年、いやいやいや、まあ、60周年僕そんな先のことはあんまり考えない。ああ、そうなんですか。まず今これしたいみたいな、ね、そうだから年間何か、あの自分のイベントで稽古してもしたいとか、新劇では見せられへんものをやりたいっていうだけのこと、これ一個だけしかできへんじゃなくて、いろんなことを、俺のことで新劇でやりますよっていう、まあ定番でも行きますよって、まあ安定してますよ。でも危ういこともちょっといいかなってみたいな、まだまだその自分が今まで、あ、これもやりたいなって思うこととかやってなかったことを、あ、そう1個ずつ、あ、今年はこれしようかな、で次の年はこれしようかなとかなっていくっていうんですかね、うんうんうん、まあ、新喜劇、まあ、もちろんですけども、うん、いろんなことさせてもらえるからいいですよね。そうだから新喜劇また大事になるっていう、そう基本はそこじゃないですか、うん、ここから発生するもんで、これフィールド無限にあるし、うん、そうだね、最後、野生さんのこと愛してますかっていう、あ、まあ、気になりますね。書いてへんやん、気になる、書いてます、書いてます、酔っ払ってますよ、書いてますよ、お前は酔っ払ってます愛してますから書いてへんやん、いい質問。映画見に行ったっていう野生姉さんのお二人の写真とか見たら僕らにしてますよ、やっと寝へんようになったんやん、映画見に行って、向こうが暗なったら寝る、そこやね、俺何か映画あるか見に行こうみたいなのに行ったら野生さんのことはね、もちろん愛してらっしゃるそれでいいですか。いやいや、もう普通にそんな言葉とかじゃなくて、はい、だから日本人で変な愛してるって言ったら変やん、ただ普通に空気のように絶対いるとか、そばに絶対いる人、横見ておるっていうだけの存在。岩瀬さんはでもどう思っていらっしゃるんでしょうか。はい、これ、はい、これ何ですか、はい、姉さん。これはなんとお見て何もらおうとお金好きやでなお金好きやで小切って言ってます。なんと、はい、お手紙を預かってきました。あら、またから、ミチ野生さん、これを読ませていただきます、はい、お父さんへ芸能生活40周年おめでとうございます。初めて内場くん後輩なのでを知った時かっこね、かっこ後輩なのかっこ怖いの、初めて読むんですよ。ちょっと老眼、老眼です、薄い字で書いてるんですよ。ここ普通ちょっと感動の方がいいかな、入ってこうへんの、ね、渡すでしょ、練習しといてくださいって。初めてこれ今こう来て渡されて読むんです。あ、初めて、ね、はい、ちょっとここまで聞きます。はい、今まで芸人とは全然違うタイプの人がいるなぁが第一印象でした。物静かで楽屋の隅で本を読んで、でも先輩の用事はちゃんとする、舞台に立ったらびっくりするぐらい声は大きいし
なんだか色っぽいんですね。私は内場くんのお芝居が好きです。吉本新喜劇が世界一の劇団だといつも言ってますよね。そんな新喜劇の座長をしんどくて大変なこともあったと思うけど、弱音も吐かず勤め上げたあなたは私の自慢の夫です。これからも現役でずっと舞台に立ち続けてくださいね。そのためには舞台のある時はお酒を控えて自己管理しっかりしてください。いつになるかわからないけど、2人の夢であるイタリア旅行、元気なうちに実現しましょう。楽しみにしています。そして私の家族を大切にしてくれてありがとう。追伸、床暖の修理代60万円出してくれてありがとう。安江え最後のリアルないる。何これ、照れくさくならはったから。これ今日書いたやつだよ。今日来たやん。今日来た、だからさっき渡されたんで、さっき今日来て、え60、いやーここ、そうで66万すごいね、床暖。でも冬やからね、床暖修理しとかそう。ありがとうございます。でももうすごく感動、ね、涙ですね。イタリア旅行行くんですか。イタリアだけ行ってへん。先回りすな、ついていこう。40周年の記念のね、舞台が1週間ございます。はい、はい、1月の11日から17日まで、本当に40周年。はい、そしてあの嫁さんと結婚して30周年。あ、そうなんですね。そうなんです。まあそれを絡んでる。そうか、30年なんね。というか、まあ、僕が一番最初に、ニューヨークで一番最初にした芝居をちょっとやって。え、ね、そうなんや。わー、これは楽しみですね。で、ちょっと全然違うものになったんやけど。あ、そうですね。いざ現代にしたら全然打ち合わせと全然ちゃうもんなと思って。いや、元はそうなんですね。一番最初にやら、腰は全部そうです。あ、そうなんですね。1月の11から17まで、そうね、はい、生グランドカ月、皆さん来ていただきたいなと思います。じゃあ本当来てよ、来るって来るって最後にはあのご覧いただいてるファンの方にね、はい、あのメッセージだけいただいて、はい、何をですか。あ、もう40周年のまま来てくれて、40周年本当にあのまた、はい、もう3年半ぶりですかね、はい、座長さんで、うんうんうん、まあいろんな人に助けられて、特に嫁さんに助けられて、はい、はい、やりますので、ほっこり笑えて、はい、もうなんかあのメッセージはないですけど , 笑って帰っていただけたらと思います。はい、ぜひ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 来てください。お頼もうします。はい、本日どうもありがとうございました。さ、改めて乾杯しましょうか。はい、はい、乾杯お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもー。ここからが長いよ。